来ました。もう間もなくね、トークショーの方を始めたいと思いますけども、はい、ちょっとだんだんとね、太陽も出てきて暑くなりましたんでね、皆様こまめに水分の方だけね、また取っていただいて、ちょっとね、気温がね、涼しいからといって油断せずにね、まあ、健康のために水分取っていただいて、はい、体を動かしていただきたいと思います、はい、さあ、ここからは秋山浩二さんのトークショーでございます。お相手はですね、RKB の、ホークスの花の応援団の森橋美智子団長でございます。秋山浩二さん、森橋さん、お願いします。お願いします。花の応援団秋山さん、久々になったこの声を通してきましたね。大体いつもこうやってお話するときスーツですもんね。そうですね、去年はスーツだったんですよね、でもどうですか、今日は皆さんこうやって秋山さんの、はい、秋山さん、はい、こっち向いて、はい、こっち向いて、はい、こっち向いて似合いますね、でもね。どうですか、似合いますか。似合いますね。似合いますね。いや、昔スポーツ選手だったんですよ。昔スポーツ、それは皆さん知ってますかな、知ってますかな。だから、ね、似合うんですよ。いや、でもあれでしょ、こうやって11月入って、あったかいですね。あったかいですね。大堀公園とかこの周辺とかこう走りに来たりとかこうされるんですか。ないです。ない、はい、あの選手時代とかはないです。どこで体を。あ、でも選手時代はこう平和台球場。そうですね、秋山さん、ギャルたちが手を振ってます。はい、どうも、はい、どうもあ、そうか、なんか思い出の場所でもありますよね。ちょっと待って、ここの球場だったんですか。ここが、ここだね。あ、じゃあここで秋山さんは活躍されていたと。ああ、だいぶ変わったですね。じゃあ今日は分かりました、トークでホームラン飛ばしましょう、ここで。ああ、ちょうどここ、多分ね、バックネット、はい、ここでバックネットあったんだね、多分ね。ほう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 。そうでしょ。ってことはこっちの方に向かってやってたんですね、多分ね。はい、秋山さん、どうやって結構スタンド僕行ってましたよ、スタンド行ってた、平和台球場出してたんで。じゃあ秋山さん、どうやって構えてたんですか、その時。バッターボックスちょっと構えてもらっていいですか。構えてもらえば、おー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 、そしたら飛んでった。バッターのスイングも忘れてないですね。忘れてないですね。その平和台でやった時、秋山さんの活躍を生で見たよという方。あ、赤い服の方、早かったですよ、キャラメルが。生で見てました、飛ばすの。平成2年見ました。え、平成2年も見ました。平成2年、はい、見ました、はい、平成2年見ましたって。今平成なんですよ、今平成、もう思い出したくないですけど。平成28年28年。ねえ、どうですか、今日健康フェスタということで、もうリレーマラソンすでに帰ってきてる方もいらっしゃいますし。リレーマラソンどういう走るんですか。ハーフみたいですよ、ハーフ。42.195キロ。秋山さんどうなんですか、こう長距離と短距離とか。あ、長距離苦手です。長距離ダメですか。長距離が苦手で、僕は高校時代ピッチャーやってたんですけども、はい、長距離苦手で、休みに転校しましたね。あ、やっぱりあれですか、ピッチャーって長距離こう走って下半身を。ピッチャーは、はい、みんなありますね、短距離も走りますし、長距離も走りますし、あとインターバル走っていうのもありますね。おう、インターバル走じゃないですか。バーって200m 走りました、はい、で例えば 100m とことことこと歩きます、ええ、また 200m バーって走ってまた歩きます、はい、そういう。ああ、だからピッチャーっていうのはほら、投げて例えばピッチングします、バーンって打ちました、はい、とベースカバー行ったりとかね、ファーストにベースカバー行ったりとか、例えばホームとかサードのベースカバー行ってバーって走ってて、はいはいはい、走らないといけない。その後帰ってきたらまたハー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 言いながらね、また自分でこう投げなきゃいけないです、はいはい、だからこう早く死んだとか、動機を早く元に戻すか、抑えないといけないから、そういうインターバルを。はあ、それがハー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 になるとか、コントロールが悪くなったし。はいはい、だから秋山さんは野手ですか。そうだから、僕は長距離長距離ははい、苦手ですね。苦手は速そうですけどね、走ったら。最近分かったんですよ。え、何が分かったんですか。長距離で、ね、走るより僕は歩いた方が速いんです。え、歩いた方が速い。最近やっと最近やっとですか。やっと、ですね、僕の場合は最近は多分跳ねるんだね。あ、走り方がですか。そうそう、ぴょんぴょん跳ねてる。お兄ちゃんも跳ねそうな感じ、ね、私も跳ねる、はい。
でこうやっぱこう行くんだね、上にね、上に、はい、ね、跳ねて、はい、こっちに行かないんです、はいはい、だから進まないんです。あ、だから進まないですか、うん、だから長距離で前行ったほうでしょ、はいはい、僕はやっぱこうやって速いんですよ、こうやって行った方がね、やっぱね走ってるよ、走るね、こうなんですよ。ああ、じゃあ秋山さんちょっともう一回歩いた方が絶対速いもん、ね、あ、秋山さん本当ですか、歩いた方が速い、速いやろ、歩いた方が速い、やっと最近気づいたんだ俺。長かったですね、計測までが。そう、こうやっぱね、こう走ってこうやってたら、でも走る姿もかっこいいですね、やっぱすごいしんどい、ね、じゃあちょっともう一回歩いてみてください。歩いた方が、こうやって歩いた方がおお速いのよ。お、秋山さんいいです、歩いただけで拍手もらって、私が歩いたって拍手なんかもらえます。やっと気づいた、最近やっと気づいた。でもあれですね、今日もちゃんと体鍛えてる方もいらっしゃいますし、やっぱ最近何もやってないんですか。何もやってない、あ、でもゴルフだけです。ゴルフは、でもゴルフも上手いからそんなに歩かないでしょ。いや、歩きます、なるべく歩くように体は乗りますけどね、なるべく、でもこう運動をこうやってするんで、はい、体をね、でこういうのをやっぱりやりますんで、いいと思いますよ、何もしないよね、やっぱり何もしないより。でも今日きっかけにね、今日は後からちょっとだけ歩くみたいですけど、はい、歩きますよ、ウォークするみたい、そんな靴もね、ちゃんと歩き用の靴をね、そうですよ、履いてきて持ってるんですよ、一応一応ね、いつも革靴いらっしゃいますもんね。そうね、はい、はい、でもたまには運動しないといけませんが、はい、でも秋山さんも選手時代というか筋肉鍛えてらっしゃって、せっかくですから一番好きな筋肉どこですか、体のえ、体の一番好きな筋肉、好きな筋肉ですか、うん、ここをちょっと自慢したいという筋肉、僕の場合はですね、はい、さっき言ったようにぴょん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 跳ねたりするんですよ、だから走るんでもね、はい、走るのでも多分パワーつけるんでもね、うん、僕結構ふくらはぎが、ふくらはぎ、この足首いっぱい使うんですよ、はいはいはい、はい、でこう足首いっぱいこう使うと使う筋肉っていうのはふくらはぎなんですよ。あ、ふくらはぎ、はい、だから僕の走り方はここをすで、ここ使ってジャンプしたりとかね、はいはいはい、ここを使う人はこっちの筋肉使うんですよ、あ、ここ太ももの、はい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 、ここで腰使っちゃうんですよ、はいはい、で走っていくんです、はい、僕の場合はね、はい、であと手首が強い、昔は鉄人リストと言われてましたんで、はい、あ、秋山さん鉄人リスト、ここを使う人っていうのはここの筋肉が、せっかくですからちょっと上着脱ぎますか、熱くなったでしょ、筋肉せっかくですから上着、いや、腕の筋肉ね、いや、もうないですよ、これに、じゃあ、でもちょっと前、まだもうない、ここはふくらはぎは、あのね、はい、もうだいぶなくなりましたけどね、はい、今も普通の人にもやっぱ多いですね、一番大きかったのは王さん、王さん、王会長、おー、日本橋でしょ、はいはい、ダイヤの時の監督されてるにね、こんなでしょ、でもちょっと病気されてね、もう痩せられましたけどね、はい、こんなこっちですよ、でそれでやっぱこの一本足でこうずーっとこう立ってるんですよ、はい、そうですよね、立てませんよ、んだけずーっと立ってて行くじゃないですか、はい、でこの中で王さんの素振り見たことあります、テレビあるでしょ、なんかね、はい、昔のでこうやって行ったまま、はい、でこのままこうやってドンっていうね、潰すの、でそこずーっとこうやってだから、もうここすごいですか、ふくらはぎ、そう、だこの安定感とかね、はい、すごかった、びっくりしました、ふくらはぎ一番大きかった、僕今まで見た選手で一番大きかったの、そうなんですね、王さんのここの太さはすごかったです、またあのふくらはぎじゃあ何だけホームランを、じゃあそうですね、あとは王さんやっぱ負けず嫌いなんでね、はい負けず嫌いの強さはすごい展開っていうんでね、でも選手時代でもいい筋肉と、はい、秋山さんは柔らかい筋肉なんでしょ、なんか筋肉でもいい筋肉の質はいいですね、いい筋肉っていうのはどういう筋肉ですか、トレーニングして、はい、するとやっぱりみんなこう筋肉って張ってくるじゃないですか、はいはいはい、でもね30分ぐらいすると筋肉がね、またポワーンってまた戻るんですよ、柔らかく、はい、悪い筋肉の質ですよ、バーってやっちゃうとでかくなるんですよ、はいはい、だからマッスルってこうやってね張れてくるんですよ、うん、でもずっとこう握力がないとかね、はい、ずっとだ筋肉が張ったままの状態でっていう人は、うんうん、やっぱ筋肉は質があんまり良くないなっていう、あ、私みたいに脂肪だらけの人はどうしたらいいんでしょうかね、若干はあると思うんですよなんか筋肉はですか、あ、でもお兄ちゃんの場合ヨガやってるんですよ、ホテルは、私はちょっとヨガを体を動かしてヨガをやってますので、ね、はい、でもある程度言ったら、ええ、トレーニングの人だけど多分ストレッチをいっぱいやった方がいいと思います、秋山さんやってるんですかストレッチ、あ、僕やってますよ、え、どういったストレッチを、
普通にへって、ね、いや普通にストレッチはやっぱりますよ。で筋肉ってやっぱどうしてもね、年を取るとこう収縮がやっぱなくなってくるんですよ。はい、まあ、昔のと生ゴムに、ね、例えられるんですね、筋肉って、うん、で輪ゴムなんかでも新しい時にはこうやってグーンって伸びるじゃないですか、はい、でもそれを外にずっと置きっぱなしになって雨風にさらしたりとかすると、うん、ビューってあげたらプチッて切れたって。あ、切れます切れます、はい。あ、どうしよう。で若い時ね、ちっちゃい子がじゃあ行きますって、うん、ね、あのちっちゃい子、あ、ちっちゃい子、小学生、はい、小学生、いきなりよいどんって言っても走ってバーッと走っていく。大丈夫、はい、大丈夫。で例えば小学校、ね、幼稚園とかでもお父さんお母さんが来ました、うん、で昔のイメージがあるんでそれバーッと来ましたってブチッて切ったり。あ、お父さんたちでしょ、うん、年取ってくるとだん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 この収縮がね、幅が狭くなったり。ほう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 。だからそのためにはしっかりこうストレッチングをやった方がいい。じゃあ体操する前、だから運動する前必ずやるでしょ。やります、今日朝やりました。私もやったでしょ。やりました。必要なことなんですよ。ということは可能範囲をすごく広げてあげる、はい、じゃあこう会場の皆さん結構やった方がいいですか。動くで、あともう一つだと、はい、ずっと座ってるでしょ、はい、固まるんですよ、また。じゃあたまには固まるじゃないですか、ね、腰ずつ座ってなります、なります。僕もなる。秋山さんでさえなるの、私たちはなります。寒い時はもう特になる、はい、だからしっかりやっぱ立つ上がる時もやっぱりゆっくり上がっていって、うんうん、でしっかりこうやっぱこう回しながらね、まあ、じゃあストレッチはじゃあこれから、うん、股関節周りとかね、こうしっかりこう、はい、しっかり若干でもこうね、やってこうしながらね、はい、やった方がいいですね。秋山さんじゃあ後から歩きますけど一応動かしました、いろいろと、はい、もう大丈夫です。もう大丈夫、はい、これだけでじゃもうこれ、え、それだけで十分ですか。はい、股関節大丈夫、もう足首もこうやったんで、ね、はい、まだも大丈夫ですね、まあ、歩く気満々です。ここから下はもう大丈夫。ここから下は大丈夫。ここから上は、ここから下までやってますね。あ、じゃあここから上今からやって、はい、肩甲骨までね、はい、大事ですもんね。肩甲骨までは本当硬くなる、うん、結局、まあ、右の方がこうあって結局これがこの部分でしょ、はい、であったら腕の部分があったらやっぱこう肩甲骨周りがそう必要です、回さないとね、動かなくなったりするんでね、はい、しっかり回して、こうやったりしなきゃいけないんですね。なんかいち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 ストレッチするのもかっこいいですね。え、私がするのも違っていち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 ストレッチもかっこいいですね。はい、本当にこう肩甲骨周りってして肩凝ったりとかするのね。うん、大事ですね。首が凝ったりとか、はい、ね、はい、じゃあ今日は思いっきり歩いていただいて、あとちょっと聞きたいのが、ホークス来年は優勝しますかね。悪いけど、秋山さん、だいたいこの時期私はパレードはいつするんだっつって、ね、今年はちょっと寂しいですね。寂しいですね、パレードがね、ああいうことあるんですね、11.5 ゲーム差からね。ちょっと油断したかな、やっぱね。油断した、ね、私も油断しましたもん。ちょっとね、はい、ちょっと油断しました。日本ハムちょっと特に9勝16敗だけど、はいはい、ね、うん、あれだけやっぱ負け越したら7ゲームぐらい差がついちゃうってことがね、はい、それが2つでも違ったらまた違ったかもしれないね。あ、来年、ね、細川選手楽天行ってキッシー投手と組んだりして、まあ、楽天はいいと思うんですよ。え、楽天いい、楽天はいい、楽天はまあいいと置いといて、楽天は置いといていい、やっぱ日本ハムとか、はい、あ、そうね、日本ハムロッテはやっぱりあのね、いい人集まってますからね、はい、うん、あとまあ西武も辻さん変わったんで、ええ、ただまあちょっとピッチャーがな、ちょっとまあもうちょっと足んねえな、だから岸がまた動いたとかしてるんで、ね、はい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 、まあまあやっぱり来年もちょっとこの3チームで何かやるでしょうね。あら、この3チームで、あとはちゃんとね芝下たいて勝つようにしたいですね。ちょっとね、うん、マジック6月つくじゃどうじゃこうじゃ言ってて、もうそうでしょ、ごめんなさい、もう早かったぞ、いや、ごめんなさい、じゃもう7月に、8月に、7月にマジックついて、いや、皆さんもそう思ってたもんね、一瞬思ってた、思ってました、思ってたね、あ、残念、俺はまだ早いなと思ってるね、はい、遅いってね、秋山さん監督の時144試合目で優勝しましたからね、あれはってひどいね、あれひどいね、あれは疲れたっすね、あれ疲れた、あれは疲れましたね、あの時ちょっと不健康になられましたもんね、そう、もう痩せました、144試合で優勝、不健康になられてね、痩せたんですね、そう、気遣いしました、そう、今はね、今はね、はい、もうちょっと楽にいけそうな感じですからね、特に、まあ、まあ来年は、はい、やってくるでしょ、じゃあ特にちょっと頑張ってほしい選手いますか、来年、デスパイネ、デスパイネ、デスパイネ、ね、一応船をね、
武田が頑張ったんですよ、はいはい、ローテーションピッチャーで武田翔太今年戦後はね、はい、行ってくれたじゃないですか行ってくれます、はい、1年間、はい、そうですね、あと和田がもう一人だから若いのが出てくるというねあのどうですか、あの田中正義投手は名前がいいね田中正義正義、田中正義、名前がいいねもうちょっとかなもうちょっともうちょっとやっぱ体がね、はい、もう少しできた方がいいねお、大きいからね、せっこいいものを持ってるんだけど、はいはい、まだこう十分に使えてないっていう感じなんで、うん、まあ、プロに入ってやっぱ一生懸命、食べ物、食トレ、食トレとね、筋力トレーニングと、はい、で、いっぱいボールを投げて、うん、自分のリズムと、うん、それをね、体に覚え込ませて、はい、あげました、ピンピンって、うん、この自分のリズムをね、作っていけばいいかなと思いますけどね、うん、おじゃあ、あともう一人、誰がいますかね、ピッチャーいや、そうですよじゃあ、そうです、あの、去年、一昨年入ってきた高校生ね。あ、松本？高橋純平。高橋純平か。ああ、詳しいね。もうすごいですよ。ラジオマジの T シャツ着てますもん。高取家の。はあ、ね、彼らがね、またね、ちょっとね、少しでも出てきたらいいなと思うし。あと柳田がね、はい、頑張らないとね。柳田選手ね。ねもう。あれですよ。まあ、頑張ってくれる。昔の秋山さんみたいだって言われてたのにね。いや、まあ、似てるっちゃ似てるんですけど似てるっちゃ似てる似てるっちゃ似てる似てるもう少しだからね自分のバッティングをこう突き詰めてもらいたいは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 い、うん、そしたらね多分いい成績伸ばしてくれると思いますねじゃああともうちょっと何か足りないものがあるんですね柳田選手ねそう自分で自分のバッティングを突き詰めることが大事だと思いますおー秋山さんは、まあ、あれはちょっとね去年まで作れたものなんでねはい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 、はい、自分でこの作り始めてくると、うん、多分もっといいまあ、インサイドさばきだからもね、うん、良くなったとしてホームランが増えるんじゃないかなと思いますけどね、はい、マッチは、はい、マッチはあのままにですかマッチマッチは変わんないですよあ変わんないマッチはもうマッチはあれでしょ、はい、ねマッチは十分じゃないですか十分ねちょっとあとアベレージがちょっと上がってきてねはいあ打った後のこれもねそれもあるしこれもねあそう来年なんか厚を封印するのがね来年は厚をなくなったねなんかね厚を封印2年続いたでしょはい来年はなんかスローガンがね、どうなるか分かりませんけど ねそれでまた変わるからねはい今度あれ見えなくなっちゃうかもしれないね熱男でしょ、うん、あれも続けてほしいですけど ねはい、うん、もし来年また優勝ねいや優勝するでしょうそしたら パレードとこの健康フェスタでまた秋山さんも歩きますかそうですねほんまですね去年もね、そうやって来たんですよ去年もスーツで来たんですよ秋山さん、革靴で来たんですよ、去年できてそうなんか間違いだなと思ってないやいやいや、これで来てしまったって言って、来年は歩くぞって約束しちゃったんですね。そうそうそう今年はこの。そうそうそう、そしたらまた今年も約束しちゃいましたね、今日。大丈夫ですよ。今日約束しちゃった。大丈夫ですよ。大丈夫。はい、来年はここで一緒にまた体操、みんなで体操一緒にしましょう。みんなで体操して。そういうことは今拍手してる人、みんな顔を覚えましたからね。来年いらっしゃいますね。動ける体で来てもらって。動きやすい体で来てもらってね。はい。はいじゃあこの後秋山さん歩くということで、はい、じゃあちょっと秋山さん最後に皆さんに何でもいいですのでメッセージ何でもいいですいや健康一番です健康一番健康一番まず歩くこと下半身がやっぱりしっかりした方がいいですね、はい、人間、うんうん、歩いてねしっかりやっぱり下がしてる方が内臓の働きが良くなったりとか、はい、血流が良くなったりとかやっぱしますんではいはい、はい、歩くことはいいと思いますので皆さんどんどん歩きましょうどんどん歩いて、はい下半身しっかりして健康に、はい、また今日をきっかけになってくださいじゃあお時間になりましたのでじゃあ皆さんこの後歩く方は元気に歩いてくださいね秋山浩二さんでしたありがとうございます秋山さん団長ありがとうございましたありがとうございました